皆さんこんばんは。意味がわかると怖い話、案内人のすずです。今日もとっておきの怖い話を5つご用意しました。皆さん最後までお楽しみください。今日はお母さんと駅にお父さんを迎えに来た。お父さんと会うのはすごい久しぶり。お父さんは遠くで働いているんだって。お母さんが言ってた。お母さんに手を引かれて改札を抜けホームに出た。ちょうど電車がホームに入ってきた。あの電車が到着すればお父さんと会える。私は胸がドキドキした。ずいぶん会ってないけど、お父さんは私に気づいてくれるかな。お母さんは私の手をぎゅっとしてくれて、電車が来るからお父さんに会いに行こうねと言ってくれた。お父さん待っててね、今行くよ。お父さんは亡くなっている。あの世にいるお父さんに会うため、母と娘はホームから飛び降りようとしている。子供の頃の友達 A との会話をふと思い出した。来週のテスト勉強してる？明日一緒に勉強しようぜ。ああ、明日はドラクエ1の発売日だから学校をサボって買いに行く予定なんだ。お前毎日徹夜でゲームばっかやってて授業も聞いてないくせに、なんでそんなに成績いいんだよ。俺未来予知能力あるから。は？そんな能力あるわけねえだろ。ああ、あいつの予知能力本物だったんだな。その時はまだドラクエ2が発売することなんて決まってないのに、友達はドラクエ1と言っている。私が小さい頃、父は私に水泳を教えるため電車で私を遠くの海に連れて行きました。父の指導はかなりスパルタで、泳げない私を何度も海に放り込みました。私は溺れないように必死で手足を動かしました。でも父のスパルタ指導のおかげで全く泳げなかった私がなんと1日で泳げるようになったんです。でもあの日、なぜか父は私の分だけ帰りの切符を買い忘れていました。しっかり者なお父さんの珍しい一面でした。お父さんは自分だけ帰る予定だったということは、泳げない娘を何度も海に放り投げていたのはスパルタ指導ではなくて、家庭科の授業でカレーライスを作った。先生が生徒に質問を投げかける。皆さん、カレーライスの隠し味には何を入れますか？生徒が口々に隠し味を答えていく。蜂蜜、チョコレート、パイナップル、ケチャップ。そんな中、一人の女性生徒がこう言った。私は愛情を入れています。真顔で答えている女性がシュールで、みんなクスクスと笑っていた。よく見ると、彼女の指すべてに絆創膏が貼ってあって、血が滲んでいる。料理苦手なのかな？だったら、愛情でカバーするしかないな。女性生徒が言っている隠し味の愛情とは血のことだったんだね。大好きだった彼氏に振られた。他に好きな人ができたんだってさ。昨日まではあんなに好きだよって言ってくれてたのに。悔しいけどもう彼のことは忘れることにした。もう彼のことは思い出したくもないし会いたくもないから。時間も体力も使ってしまったけど、彼のすべてを私の前から抹消した。これで私はもう彼とは一生会うことも思い出すこともない。本当にさようなら。主人公の言う彼のすべてとは、彼自身を抹消したということ。今回のお話はいかがでしたか？皆さんの一番ゾクッとしたお話をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。